ラジオはホットキャスティング『赤瓦長瓶のゴブリーンセビラ』放送653回目の今日は6月の28日内ち久小峰旧暦では群馬地の8日トゥラの日イエビンや先週だったかねおら小柄なさんがさあのハーレンも全部中止だから長瓶さんその辺話で羽根かしてちょうだいよって言ってくださったので。 早速跳ねかしてみたいと思います、えー、今日は4日の日、ハーリーについてお届けいたしますね旧暦の5月4日に行われる行事で男の子の祝いとされていますねで、この日はおもちゃの位置が立って子供の成長を祝っておもちゃを買い与えるということをしていましたそれから各家庭では油味噌を包んだポーポー黒砂糖で甘く味付けされたチンビン これをヒぬかんとか仏壇に備えたそうですねさてユッカの日といえば各種で行うのがハーリーイットマンではハーレー呼ばれている船漕ぎ競争ですね放陵海の安全を願って行われますよでこのハーリー船ハ波竜船は龍を描いた船を爪でかき走らすという意味だそうで龍の爪に当たるのがサバにア漕ぐエークカだそうですね 中国福建省、広東省といった東シナ海沿岸部で丹後の節句に行われる流泉説と同じ起源の行事と言われておりますね。内那での始まりには三つ説があるんですよ。えー、中国から沖縄に定住した三十六世。この方々が那覇で払りをしたのが初めてだというのが一つ目。それから那覇の長浜大夫という人が 中国の南京で流線の作り方を習いましてね那覇の港で競争したのが始まりだという説3つ目これトミグスクではこれをね取っておりましてねハーリー発祥の日なんて立っておりますけれどもト、えー、ミグスクの城主王楼祖が中国留学時代留学の時に見た流線を作らせましてね城下のマンコで流線を浮かべて遊覧したと。 でその後これが南山城下の糸間に伝えられて盛んになったという説なんですねちなみに「王王外」歴史習って言たんですけど向こうではね今ねワンウースーという意味でね「ワン王外」と呼んでおりますねさて長瓶、えー、ツア歩きつは最後になりましたけれどもね7月の4日土曜日神秘的なパワースポット王も歩いた道と題しまして古代の様子を残すお宮2つのみ踊りの舞台 ルタキ政治改革の偉人岩焼き自然の世事霊力あふれる格式高読み屋今も残り一てた道を行くとこんなに深い歴史がと題しましてねパワーあふれる散策道を旅しましょう場所は西吉です西向高寺山羽地長州の墓西吉宮遍生寺跡伊能アンの墓というふうに回りますよ料金は2000円となっております コロナ対策のために長瓶がトラベルイヤホンっていうのをお客さんに渡しましてね喋ったのがイヤホンを通じて聞こえてくるということなので離れていてもちゃんと聞こえますのでねご安心くださいね、えー、申し込み先は0 25 25沖縄ツーリストまでまっちい便どうさいさてそれでは次のコーナーです。 沖縄の、なんだ、あのー、先ほども出てきましたけれどもねゆっかの日の食べるものとしてポーポーとちんびんがあるんですが面白いですよ小麦粉を水で溶いて薄く平たく焼いてちょうどクレープみたいにしましてね中に油味噌を入れてくるくる巻いたのがポーポーです。これ中国語でね「包む包む」と書いて「パオパオ」と言うそうですね。 それから水で煮てアクを取った黒砂糖の液で小麦粉を溶いて平たく焼いて巻いたもの中に何も入ってませんよクレープを丸めたような感じですかねこれがチンビン中国語ではチュエンビンというそうですねちなみにこれは泊まりしから引用しましたよく間違えますよねお店でねあの中に何も入ってないのにポーポーって書いてありますしね簡単な見分け方を言いますと黒いのがチンビン 白いのがポーポーということになるわけなんですけどもねでもほらスビポーポーって名物があるんですよ読みたんにあれ黒いでしょどういうことなんでしょうかねそれからハーリー関連で面白い話がありましてね短期な人のことをサークワヤーというそうですサークワヤー、えー、泊まりではねハーリーの小切手に選ばれるっていうのは非常に名誉なことでして逆に選ばれなかったらね家の人に対しても恥ずかしいわけですよそこで 悔しくてね、近くにあったサークドナベに当たってしまってこれが割れてしまったわけですよね。そのことから短気な人のことをサークーを割ったということでサークはやーというようになったそうですよ。以上りりししの引用でした。次はイビクトグブリーサビラ。おたきやおがんじゅ神様にいらっしゃるところには今日は勉強できましたので失礼しますと。 挨拶してから入りましょうね、えー、このコーナーでは沖縄の民族に対する話をお届けしているんですけれども今日はハーリーの始まりに対する昔話紹介いたしましょうか昔嘘がなしい名が神科に対して世の中で一番美味しい食べ物は何かと尋ねましたするとワンネラフテイヤイビとか魚汁ですとか答えたんですけれどもある神科の一人が 塩が一番美味しいと思いますと答えたんですねそうしますと国語はね何塩これ辛いだけで多くは食べられないだろ私をバカにしてるのかとお怒りになられまして換気に触れて島流しとなってしまいましたところがある年長雨が降り続いて塩が取れなくなったんですねそうすると塩分のないおつゆばっかり出てくるもんですからね飽き飽きしていました ある時とても美味しいおつゆが出たもんですから「うん今日のつゆは非常にうまい」「一体どうやって作ったのか」とおっしゃるもんですから料理人が調べてみますとね、えー、天井に吊るしてあった魔ヨけの塩が溶け出してポチャンポチャンとおつゆに入ったことが分かったんですね。ほうそうかということになって国王様はふと思い出しまして「うんあの男の言ったことはまことである」 しようがなければおいしくないではないかということで自分の過ちに気づきましてね島流しにあった男を迎えに行かせましたそうするとこの人は「それならば三層の船で迎えに来てください」っていうのでその通りにしたんですが帰る途中風向きが悪くなりましてね男の人は残念なことに海に落ちて死んでしまったそうですそこでそれ以来この人の魂を慰めるために 中国のあの楠源っていう人のね霊を慰めるために始まりましたというのの変形バージョンになってくるんでしょうね。ハリーの昔話でした。そういえばね最近の若い子たちにねあの芸能とか三振とか教えたりするときにね、えー、と印象的なことがありましてね。えー、とあのー あれですよ。うちの足場の方がね。こうおっしゃってたわけ。天城高中先生でした。あの、彼らはね。自分で見聞きして覚えてたわけですよ。だから、先輩から直接習うってことはめったなかったわけね。ところが若い子たちがね。校長先生にどこが違うんですか？どうしたらいいんですか？と聞くんですね。若い子たちがそしたら教えきれないもんだから。 ティシェと言ったよというようなね笑い話が覚えておりますけれどもまあ長尾もそういう世代なのかどうか見聞きしているんですけれども、えー、芸能はねだいぶ変わってきておりますが若い皆さんもぜひ先輩方の芸を真似てねうちのあの素晴らしい文化を伝えていってくださいね。ゆたささるとおにびら えー、ゆむやまののうちね時間の調便今日はちょっと調味の都合で国吉さんお休みいただきましたのでメモリンのコーナーはお休みでしたがあのキーワードね新聞のキーワードは相変わらず続いておりますので、えー、ご覧になってお電話をしていただければ、えー、メモリンの試供品それと調味のサインと流化がついてきますのでね興味のある方はぜひお電話くださいねまっ調味便どっさい それからツアーなんですけれども、暑くなってくるんじゃないかということでね、歩きツアーは一回お休みをしまして、ついにバスツアーが復活いたしますよ。流活ツアー、新しいところに行っまたね、最初からもう一回復習ということで、同じところに行ったか分かりませんが、楽しみなコースを作っていきますのでね、皆様、8月楽しみにしていってくださいね。えー、番組のご案内や、赤瓦、長瓶、エビタン。それでは来週までまたごもりー、ゴブリサビラー。